はい、お疲れ様です。今日はフェラーリに乗ったヤクザに500万円請求された話をしたいと思います。なんかね、ちょっと視聴率稼ぎみたいなちょっと嫌な話ですけど、ちょっと今日寝たないかなって考えてるうちに、あ、そういやもうこれ10年ぐらい前の話なんですけど、ちょっと思い出したんで、せっかくなんでちょっと塗装屋さん、ちょっとこれ興味あると思うんですけど、まあ、よくある話じゃないですか。塗料飛んだって言ってちょっと近割りが分かんないみたいな時あると思うんで、ぜひちょっとこれまた聞いてください。チャンネル登録、いいね、ぜひお願いします。チャンネル登録ね、ほんと最近結構してくれるね。セミナー動画はなんかみんなしてくれるみたいで、あの結構ありがたいんですけど、いいねもみんなしてくれて本当ありがとうございます。もしよかったらまた、もしよかったらねお願いします。じゃあ一般住宅塗装中に塗料が飛びましたって書いてあるんですけど、まあこれなんちゅうかな、別にうちが悪いとかじゃなくって、なんかね、まあ、例えば住宅やっとってさ、よくまあ塗装屋さん、もう今最近そういうのないけど、なんかわざと止めてくるみたいな人おるじゃないですか。で僕もなんか結構何回もあるんですけど、やっぱね年間何百頭ってやるから。でまあその十何年前、まだ俺が31、2の時に、まあ、結局職人から連絡があって、まあ結局現場の横に、まあ、フェラーリが止まりましたと。でまあ明らかにちょっとそっち系の人じゃないかなって思うような人が置いてって、うん、どうしましょうみたいな、現場から連絡があって、あ、まあ、じゃあちょっと現場止めてくれって、まあ、俺今から行くわってで行ったら、まあ確かにもう現場のねすぐ横に、まあ、いい車が止まっとって、で、あ、もうこれまずいなと思ったんで、まあ今日ちょっともうやめようかって言って、で来たら俺話するわって言って、でまあ来て、その人が、あ、ちょっとすいませんって、申し訳ないんですけど、この車ちょっと僕らもこうやって塗装やっとって、まあ気をつけてはおるんですけど、万が一やっぱ飛ぶといけないんで、これどかしていただけますかって言ったら、いや、まあそんな大した車じゃないで、こんなもんって、別にいいわみたいな感じなんですよ。でじゃあ、まあ、あのその塗装ってさ、まあ、塗装屋さん知ってると思うんですけど、車に養生かけれるんですよね。カー養生って言って、専用のシートみたいなのがあるんですけど、その袋みたいなね、でそれをじゃあかけさせてくださいって言ったら、まあそれはまあやっぱフェラーリなもんで、そのねボディがその大事だから、それはいかんわって、別にいいわでも飛んでもみたいな、本当そんな感じだったんですよ。でもそんな、まあ信じるわけないじゃんこっちも、まあもうこれまずいなと思って、で接産に行って、こういう状況ですと。でまあ僕らもね、こうなっちゃうと、まあ、最初やれんって言っとったけど、まあ、しょっちゅうその止めてくるわけ、まあ、何回もどかしたりはしとったと思うんですけど、でどうしようなみたいな感じで、まあそれ散々職人と話して、まあその今普通の養生あるじゃないですか、足場組んで、なんていうのね、2種のシートっていうんですけど、そのまあ一般の人が分かる、まあ養生シートっていう、あの足場のね、まあ見たことあるかな、みんな分かるかな。そういうのだけじゃなくて、もうさらにブルーシートも貼って、上ももう飛ばんように、上も下も飛ばんようになんか蓋するみたいなね、ブルーシートみたいので、でもそれでやろうかみたいな感じで、俺もまあそれ若かったもんで結婚しちゃったんですよ。まあ、ほんなら、まあ、案の定、別に多分ね、まあ俺これその人がちょっとなんか電話かかってくると鬱陶しいもんであれですけど、そう、まあ、十何年前の話で、まあよっぽどないと思うんですけど、まあ別に自分で多分つけたかなんかが知らんのですけど、まあ結局やっぱり飛んだって、案の定職人に行って、お前んとこどうなっとんだみたいな、でまあ社長呼べみたいな、この間来たやつだろうみたいな、で呼び出されるわけですよね。あ、これ事務所に呼び出されたかな、で呼び出されて、まあ俺も正直まあやべえなと思ったけど、本当に行きたくなかったね。もうおしっこちびそうになるって、もうそのことじゃないけど、だってさ、明らかにじゃん、この住所に来いって、まあ、電話で喋った感じでも、なんかそんな「おいお前があら!」みたいな、映画に出てくるみたいな、まあ別に感じでもないし、まあ行くしかないしね、その逃げることはできないじゃん絶対ね。でまあ話しに行って、ならまあそんな雰囲気だ。で3人4人ぐらいおったかな、ポンポンポンってしゃべんない人が、若い人かな、俺と年変わらんような子もおったと思うんですけど、でまあこれどうするんだみたいな、だけど、まあ、正直ね、その
塗料ってさ、まあ白が飛ぶとね、なかなかやっぱ色で分かるじゃないですか、これ使った色使ってない色って。でまあ白だと急激には分かりづらいんですけど、まあ、材料とかそのね、あの成分とか調べは分かるんですけど、白ってあの下塗り剤とかに全部白が入っとるんで、白色の下塗りない錆止めとかいろんなもんが下塗りで白使うんで分かんないんですけど、でも白にもいろんな色が本当にあるから、まあ、実際見は分かるんですよ。で実際にその軒天だこういうねクロスの後ろのこういうクロスとかでも本当の白じゃないんで、これ黒が落ちとるんで、 ある程度黒っぽい色なんですよ。真っ白じゃないんですよ。でまあ見たらもう明らかにうちじゃねえなって分かるんですけど、うん、まあなかなかそういうことで言えないでしょ、そういう人に向かってね。だけどまあまあね、まあこれ僕じゃないですよねって、まあちょっと先に次のページ行こうか。でそうそう、うん、まあ究極はこれまあお前らがやったやつだで、まあ、別に大した車じゃないけど、まあお金払えと、うん、500万ってこれちょっと書いてあるんですけど、まあちょっとこれ煽りもあるけど、俺ちょっといくらかはっきり覚えてないんですよ。500でもなんかすごい金額は金額、そのね、その何ちゅうの、色塗りゃいいってもんじゃねえだろうみたいな、なんかそんな感じですよ。ガラスだなんだにも飛んどるし、なんかゴムとかにも飛んどるしとか、なんかわけわからんこと言っとったと思うんですけど、まあわけわからんって言ったらね、またおかしくなるであれですけど。でまあ言っとったのは、結局塗装屋さんだったらやっぱ保険入っとるだろうって、だって保険で直させろよって、俺 あと保険屋とやったらってお前に迷惑かけんでって。うん、まあそんな感じの話で、何人か後ろにっていうかまあ近くにおって、うん、まあなんかその人たちも「おいバカ野郎」みたいな別に感じじゃなくで、俺はそのまあその時にどうしたかっていうと、いやうちじゃないですってごめんなさいってこれって言ったんですよ。すごいこいつ勇気あるなと思うけど、まあそうじゃなくて、まあ当時俺もすごいビビってたから、そのこれでなんか認めちゃったら、なんかもう会社の住所とかも全部わかってるから、なんか次またやられるんじゃないかなみたいなね、うん、なんかそういう風に映画とかで見るじゃん、なんか一回弱み見せたらどんどん来るみたいな感じでさ。だって俺はこれもう本当断ち切らなあかんって、まあその若かったからそういう風に考えて、まあ、とにかくすいませんって言うしかないと思って、もう多分すいませんを人生一番言ったと思うんですよ。すいませんすいません、いや本当にすいません、じゃあお前らええやこれって、俺らが、ね、勝手にやったってことかって、いやそうじゃないんですけど本当すいませんみたいなね、本当にうちのやった塗料じゃないんだったらうちの現場来てもらって色見てもらってもいいんですよって言ったけど、もう平行線じゃんね、そんなどこまで行っても向こうはもう、まあ、わざとかどうかじゃないかもしれんけど、まあ何らかのものをつけてきとるんだもんでさ、で保険屋とまあ直接話すでいいやもうって、君はもういいよみたいな、別に君に迷惑かけないからって、まあ、言ってくれとんだけど、いや本当にすみません本当にできないですみたいな、もうそんなねこういう風だもんで、ああだもんで、僕らも本当にちょっとこれ違うもんで、そうするとまあその若い衆たちもさ、若い衆かどうかは俺分からんけど、そういういっぱいおった人たちが「おいガキやばいやろ!」みたいな感じで言うんかなって言ったら、そんな感じでもなんかなかったんだよな、なんか映画に出てくるみたいな感じではそんななかったから、でもちょっとなんかまあ怒って脅しをかけるみたいな、お前ええんかそういう態度でみたいな、うん、まあそんな感じだったと思う。俺もちょっとはっきり覚えてないんだけど、もうこれがね本当にもう昔のことだから、うん、でまあ結論、まあ、ちょっとつまんないかもしれんけど、まあね、あの何もなかったんですよ。ほんでまあ何っていうと、まあじゃあそれ多分2時間3時間とか本当にもう多分その押し問答をずっとしとって、で俺もはっきり「お前らバカ野郎」って言って言ったわけじゃないんだよ、もちろんそんなかっこいいことは言ってないよ。いや本当にすいません申し訳ないです、でも本当に違うんで申し訳ないですみたいな感じで、まあ、ずっと喋ってたら、まあ、ええや、ちょっとまた連絡入れるわと、うん、でお前ね、あの会社も分かっとるしあれだでって言って、また連絡入れるって、 なんかねヤクザがどうだとか恐喝するとか、お前事務所燃やしたるぞとか、なんかそんなこと言われるわけでもなくね、別にまた電話入れるわで終わって、そっから本当なんか連絡がなくなったんだよね、うん、確か。でその時はもうすでに事務員おったはずだから、会社の電話もつながると思うから、別に俺ね逃げても逃げねえの分かっとるからさ、うんと思うんですけどね。ちょっと終わりがシュールな感じで終わっちゃいましたけど、あのぜひね、あのチャンネル登録と、あのいいね、最近本当いいねめっちゃつけてくれるんですけど、いいねとあのチャンネル登録、あのぜひお願いします。またなんか面白い話を思い出したら、あのぜひまたあのアップロードしますんで。
ー